タンタタタン最初から では、ただいまより第2回オール白石親父の会大運動会開会式を始めます。今日は晴天の中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。あいにくの天気なんですけども、今日ここまで来れたのは、中止っていう言葉はちょっと実は言いたくなかったというか、こうやって来賓の方々皆さんの支えあってなんとか2回目、開催の運びまでとりあえず来れました。また来年につなげる意味で今日は雨の中ですね、走り回る元気な親父の姿を、ぜひ爪痕として残して帰りたいなと思いますので、各方面親父の会の皆さん雨にも負けず走りましょう。風だけひかないように皆さんよろしくお願いします。今日は一日よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。私北海道でお笑い芸人活動をさせてもらっております、森合デイスケと申します。今回ですね、こちら親父札幌、オール白石親父の会の運動会ということで、インターネットテレビ札幌ネットテレビというインターネットテレビの番組の収録を兼ねて、なおチャンネルという番組の収録を兼ねて来ておりますけども、張り切ってですね、私目を覚まして、半袖短パンで来て、準備して車に乗り込もうと家を出たら、このあいにくのお天気の中パッとここに来てみたらですね、皆さん何ウィンドブレーカー着てるんですか。親父の皆様カッパと運のそのウィンドブレーカーぜひね、競技の時はね脱いでいただこうと思いますからね、風邪ひかないように頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、第一競技は麻袋徒競走親父の部です。はい、梅ちゃん走っといで。位置についてよーい、フライングいるな3人ぐらい。お、順当当たり引いた人がいる。当たりがいた。あとさん、デイスケ君がいますね。さあ、おいしいやつ引くのかな。いきますよ。よーい。デスケ、デスケ、デスケ、ボケすぎだから。はい、デスケ君頑張って。デスケ君頑張って。はい、デスケ君、お、まくり、さすがまくり。さすがデイスケ君、今日はボケるのを忘れなかった。脱げてるね。あれ袋の中かな、麻袋の中に帽子があるから、帽子とカツラが入ってるかも。あ、これ第2種目ですね。
麻袋かぶったのも朝だらけになります。大事。第2種目はですね、電車リレーなんですが、出たなぁ、焦ったんですかね、でも本当に頑張りました。それエネルギー、いやいや、今日君で疲れましたよ。こんな麻袋あんなに疲れると思ってんの。次がなんかこうフラフープくぐって U ターンしてフラフープくぐって帰ってくるっていう、なんか5人でやる列車リレーみたいなことですよ。この競技出ないようにするために隠れしたら呼び出されないし。いやいやますわ。はいはいはいよ。順番来ちゃいますよ。終わった人に言うよ。はい、今ボケてますよ。はい、どうぞ。せーの。いたぶん、みんなの。俺の音。一生派です、一生派。はい、絶対今ボケますよ、今。やりすぎて怒られないからどうか。ダメですね、芸人はボケに走ります。これ次の競技まで本当に休ませてください。うねめバカ野郎。2レース目、今度違う競技ですね。参加賞をもらってきます。参加賞何かな、2回目の参加賞何かな。もらいます。2回目の参加賞、ひもつきで、ひもつきのうまい棒1個食べたから全部で7本になった。お腹いっぱいです。ありがとうございます。次頑張ろう。さあ、オール白石陽子の会の、はい、皆さん、どうですか。はい、あ、天気も恵まれました。まあ、以前の放送でね、はい、晴れ男だって言ってて、そうですね。で、僕、奈緒ちゃんから、はい、健介は雨男だって、はい、すいません。そういうことか。そんなことないよ、言ってください。いや、うちにも雨男がありますから。もう、5日ぐらい前から、ちょっとおとなしくしてくれとは言ってたんですけど、僕の力は及ばないようでした。時期的にちょっと台風の方もね、近づいたりして、見えない。でもそんな、でもその雨なんかこうやって中止しないでやるところがさすが熱い親父たち。はい、あの僕だけに限らずですね、親父ら雨でから喜んで遊びやすくいるんですよね。だからこそ、はい、ああ、満腹な証拠ですよ。全く問題なしです。今ちょっと時間的にちょっと中休憩ぐらいの時間ですけど、ね、まだこれからも後半やりますよ。やりてますからね、続けていきますか。家まで向かってやりますよ。意外と僕も2競技出ましたけど、疲れましたね。通りで痩せてると思った。いや、そんなすぐ痩せるか。そんな楽に痩せるわけじゃない。今日は ね、はい、きっとね、奈緒ちゃんは今頃ね、
バスの中でね、あったかいとこで、あったかいとこで濡れることなくね。そうだ、後ろ持ちず雨だったら確かに雨が消そうだったら大変だから、それか、よかったよかった。というわけで、では後半も、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昼ご飯食べましょうか。はい、なんかね、お昼ご飯をくれるっていうんでね、しますけども、本当にあんまり食欲ない。本当いつもだったらね、グルメレポとかあって、あれ大体もう食べれないとかで終わるんで、食べたいんですけど、あんまり食欲ない。疲れましたね。なおちゃん何してんだろうな、本当。バスで半分仕事で半分旅行なんですよ。あ、ありました。何言うの。いただきます。これ皆さん、ダンボールキャラピラ冒険ぐらい今後来たい。ダンボールキャラピラの一人で今日は。
さあ、行きますか。さあ、片山さん、チーム分け行きますか。チーム分け行きますか。あれ、段ボール雨すって重くなってるさあ、段ボールキャタピラリレー、雨も小雨になってきました。行きたいと思います。うまい棒もらえるんですか。皆さんで行きますよ。販売の大人が足りないです。逃げろ逃げろ。大人のノリが悪いってます。ノリさん、ノリさん行ける。はい、段ボールキャタピラ、足も当たらない、ね、足も当たらないよ。あの、今マシュマロ食べたら行きます。今もう1本食べたら全部11本スタートラインね。昼ご飯いらないですよ。いや、いいよ、梅ちゃん OK、 別れてからこっちとね、こっちにする。あの、ちっちゃい子いるから折り返し。さあ、よりとび始めますよ。僕と記念写真っていう競技らしいんですけど、子供が集まる自信がありまして。長くていかなかったバナナお菓子取り放題。子供たちの皆さんに、レース君と写真撮ろうって声かけてくれたら、一言大きめな声でやだって聞こえて。長くても入れるか。結果、いや、長くても全部入れよう。結果、司会の方、お菓子もあるよって。レース君の記念写真最後撮りましたね。用意どんで、当たり外れのお菓子を取って、最後、電子君の元へ行って記念写真を撮ります。ご説明します。はい、小学生の人もみんな出ましょう。もともとあのゆるキャラが来る予定でしたんで、それでこのまま来ますよね。はい、集合場所どこですか。雨で来れなくなってしまって急遽僕になるんです。はい、おやじの会の森のあたりに集合してください。集まってきましたよ。写真撮ってくれるんでしょうかね。え、これ、これ小学生ですかね。さあ、僕、競技出る側じゃないのに、何でしょう、この緊張感。もしかしたらお菓子だけ撮って写真拒否っていう可能性もありますよね。で、この競技はですね、用意どんで、あそこに、親父たちが持ってるプレゼントの袋を1個取る。1個取ったら、デースケ君分かる。はい、デースケ君手振ってください。デースケ君のところに行って、みんなで記念撮影撮って終わりにしますから。はい。カメラ持ちの系の方、デースケ君は、撮ってもいいんですね。いいですよ。撮り放題です。休憩読んでる。あの、親父の会の方もちょっと記念撮影で撮る手伝ってあげてください。一回、デースケ君逃げないように捕まえるんだよ、みんなで。急がないとデースケ君家に帰っちゃうからね。10人、はい、10人。次回、デスケ君の写真撮っといた方がいいですよ。3年後には高値で売れますからね。3年後、いきますよ、よーい。
逃がるか全力で逃げるねあ、本当にジムかよ運動不足だなさん運動不足を痛感しております。森谷レースがありますちょっと一つだけいいですか。オープニングのあたりで開会式でちょっと僕強めで短歌切りました。あの親父さん方に何運動ブレーカー来てんだって脱げって言って僕こんな短パン半袖でございますけども、まあ分かるかな、本当にずっと雨降ってんですよ。汗と雨でびしょびしょでちょっと体調が多分ね悪いような具合悪いですね。というわけでございまして、ちょっとあの運動会で半ばではございますけども一足お先に直進なおちゃんごめんなさい、お疲れ様です。コマーシャル。